ビの魅力は、ゾンビも大好きなんですけど、なんか怖がる方もいらっしゃるじゃないですか、うん、私はもう倒したいとにかくゾンビを倒してもう私が世界を救うんだっていう気持ちで。え、先生速攻やられそうですけどね。いや、もう舐めないでください。本当に私めちゃめちゃ強いんですよ。本当本当に。襲われたらじゃあどう対処するんですか先生は。ちょっと舐めないでください。いいですか。脇先生直伝ゾンビの対処法。まず、はい、ゾンビのふりって言っても、うん、人間の匂いがしてしまったら意味がないんですよ、はいはいはい、ゾンビが一体転がってるとするじゃないですか、うん、そしたらまずそのゾンビのなんか溶けたような皮膚を塗りたくるんですよそれなんかドラマで見たことあんな塗りたくるんですよ。でとりあえず人間の匂いは消す。まずそこが勇気がないですけどね。本当に多分傷口とかにやったら感染してしまうので、ね、うんうん、まあ、絆創膏とかを貼って、うん、絶対にもう守りつつ安全な状態でもう塗りたくる、うんうん、でも普通にうーんみたいな歩いてて、うん、ゾンビだって思ったらどうしよう、 うわなんですよ。本当に。
一番。じゃあ